よし。カルビーノの作業場のキーカードを手に入れたので、こんにちは、ドクター U。またお会いしましょう。あ、これ復活してる。いった。ね。すごい音。ここだね。やっと入れるよ。よっしゃ。これ何ですの？ワークステーション。トランスター従業員の多くは個人用ワークステーションを有してる。ハッキング能力か。なるほど。キング能力俺全然持ってないな。でどうするって、ルッキンググラスサーバー接続を調べて線かな。あ、これだね。置いた。眩しいな。映像を選択する。ホストとの接続に失敗。診断、ネットワークサーバーを診断。あ、これが良くないんだな。1018あった。お、いいんじゃないこれ。おっしゃ。モーガン、うまくやったな。ルッキンググラス画面がオンラインになった。速やかに自分のオフィスへ戻ってくれ。残りのメッセージを聞こう。では、ま、向こうで会おう。これなんだろう。去って帰りましょう。戻ろう、自分のオフィスへ。よし。あ、これも持って帰れる。これもか。よし、ゴミ箱。よし、さあ帰りましょう。一応注意しないとね。ようこそ。何かお手伝いできることはありますか？この人回復してくんないのかな。診断します。大変な一日だったようですね。時間はかかりません。あ、やっぱ回復してくれる。もう大丈夫です。より良いサービスのためアンケートの記入にご協力ください。申し訳ありません。ドスドス言ってんだけど、いるよな。いるな、この上いるな。行こう。ビラーです。自分の部屋はこの先か。さて、この先だったっけ。落ちたね。あ、ちょっと待って、なんでいるの。なんか嫌な予感したんだよね。リロードしよう。やだな。弾使いたくないな。バレないように着ないか。うわ、危ない。
肉いけるかな。あぶねえ、バレた。固めろ。よし、あ、いって止まれ。もう視界が遅い。やばいな。うわ、近い。自動入っちゃった。よし、使っちゃったな、結局。あと65発。そう、何も残してこんないの。よし、ティフォン臓器。なんかまだいそうで怖いな。いるし、普通にいるし。うわ、強いやつだ。なんだこれ。やばいなこれ。いった。あ、体力やばいな。ちょっと入っちゃうこれ。ちょっとダメだなこれ。回復、回復どれだっけ。スーツ修復じゃないのよ。どれだ。あ、これだ。強い。や、強い。ガードないのかな。どれに隠れた。あ、お前、ほら、ほら。よし。いや、よしじゃないけど。いや、きついな。敵が強い。ガードってないのかな。あ、リーンはあんだ。今初めて気づいた。ジャンプ。君は気に入らないかもしれない。タロスワンを破壊する必要がある。研究もティフォンも全てを消さなければ。君もな。言いたいことはわかる。何だが、あの化け物の能力は君もな。今や君の一部だ。細胞一つでも地球に行けばおしまいだ。残念だが他に方法はない。ジャニュエリーが自爆装置について教えてくれるだろう。アレックスは止めようとするはずだ。彼は失敗を恐れている。だが高いプライドから両親にさえその恐れを隠すだろう。君にかかっている。幸運を。気に入らなくともな。どういうことです。自分の中にあいつがいるって。お、ジャニュアリーだ。こんにちは、モーガン。私はジャニュアリー2035、
オペレーターだ。この人か、ずっとタロス1にいる多くのオペレーターの中でも特にユニークな存在だ、うん、モーガン。はい。何？君の予防策、それが私だ。与えられた最初のプランは君をシミュレーションから解放すること。二つ目は映像を見せること。現在両プランともに完了した。面白い。新しい指令にアクセスできるようになった。タロス1の自爆プロトコルは2つの起爆キーで発動する。1つ目は君の兄が、2つ目は君が持っていた。君の起爆キーはアレックスに壊されてしまったが、君は新しい起爆キーの製造図面をディープストレージに隠した。そこが次の目的地になる。アレックスのキーのことは後で考えよう。モーガン、ティフォンは急速に広がりつつある。スピード勝負になるだろう。ティフォンと、そして君の兄との。このキーカードでメインリフトと全てのラボにアクセスできる。メインリフトを使うのがディープストレージへの最短ルートだ。エレベーターか何かか。お、キーカード落とした。では次のプランだ。他のニューロモッドを提供するよう君から依頼を受けていた。助かるわ。受け取ってくれモーガン。幸運を。君は3週間シミュレーションにとらわれていた。通常のテスト期間は数日間なんだが。終わり。さてメインリフトに行くのか。ちょっとニューロモッドでなんか、あ、3つ溜まってるね。どれ行こうかな。レバレッジ、なんだろう、何がいいんだろう。商品ニューロモッド、こっちかな。これとこちらとこれも。よし、ちょっと手広くいってみた。あそこに行ってみるか。メインリフト回復しとこう。なんか嫌な予感がする。さっきから強いのばっかりだし。洋服リペアみたいなのなかったっけ。あれ、これか。それでこれも使ってみよう。んー、これだね。こうだ。ハンドリング、リロ速、こっちかな。一回か。なんか増えてそうで怖いな。なんかハテナ出たぞ。いるな。大丈夫か。あれ止まってこう。これか。絶対いるよな。うわ、びっくりした。いるじゃん、やっぱり。うわ、あれ起動したい。タレット起動したい。展開、ほら撃ってくれ。速攻壊された。壊されてる。
マジか、当たんないじゃん。やっべえな、2体いるよ。当たんない、いって、どうした、あ、死ぬ、うっそー、タレットは絶対っすよ。壊されないでしょ。うわ、来た、もう一回、いった、やっべ、ちょっと待てよ、倒した、逃げろ逃げろ、さっきのタレットどこだっけ、置いてきちゃったタレット、これか、ほら広い、いって、あれ、なくなってる、また二人になってんじゃん、ずるいって、やばい、お前関係ないんだって、やばい、ちょっと待って、ひどいぞ、なんで二人になるの、危ない、もう一個使おう、逃げろ、倒した方がいいな、消えた？マジで鬱陶しいわ、あれ、これ保険で返しとこう、逃げんのずるいな、逃げてもらった方がいいんだけどさ、よし、え？故障中？ダメじゃん。待て、何かおかしい、リフトの制御システムと話しているんだが。なるほど、システムは問題なさそうだ、ただリクエストのたびに診断コードが変わっている、それから障害物がリフトの下降を阻んでいる、植物園の最上階で停止したまま、別ルートで上に行けないか確認する、急いで、あった、サイコトロニクスラボ経由のルートだ、モーガン、このラボはティフォンが核壁を突破した場所だ、気をつけてくれ、やだな、ニエル、カルビーノだ、どうしました、気分が悪いんだ、シフトをこなせそうにない、わかりました、アレイの件は終わらせておきましょうか、グラスは用意しましたが、アレイ、私はそんなこと、新しいアレイを組むように言われましたが、君は誤解をしている、そのできれば私が不在の時は何も触らないでほしい、そんな、わかりました、でも私は伝言に従っただけです、そうでなければこんなことしません、もちろん信じるよ、今救出に向かう、エラザ、いやモーガン、話をしよう、私のコードネームはディセンバー、そして私の目的は君のタロスワン脱出を支援することだ、君の記憶に欠落があることは認識している、なんもないな、かつての君はティフォンが核壁を突破した場合の対策を講じていたんだ、アレックスは個人用の脱出ポットを所持していた、だから君はその発射キーをコピーし、他の物資と一緒にニューロモッド部に隠したんだ、君の地図にその位置を送る、君がキーを入手できたらまた連絡する、でも全然聞けてないよ、ニエル、カルビーノだ、どうしました、気分が悪いんだ、シフトをこなせそうにない、わかりました、アレイの件は終わらせておきましょうか、グラスは用意しましたが、アレイ、私はそんなこと、新しいアレイを組むように言われましたが、何のか、君は誤解をしている、そのできれば
私が不在の時は何も触らないでほしい。そんな、わかりました。でも私は伝言に従っただけです。そうでなければこんなことしません。もちろん信じるよ。今思い出した。ただ今はどうでもいい。どうでもいい。明日その話をしよう。やっぱいるわ。エイムができないのかな。うわっ、早っ。ちょっと待って、早いな。やっぱり上がってくんの。これ爆発させよう。よし、ダメか。あ、行き止まり、失礼。よっしゃ、やばい、弾全然ない。作りに帰りたいな。戦わずに通り抜けることできないのかな。びっくりした。弾欲しいよ。何もない。くしゃって言ったよ。びっくりした。サイコトロニクスは安全とは正反対の場所だぞ。何をしている。誰かが協力しているのか。ミケイラか、知らない、エラザールか。君の兄のメッセージを傍受した。この件においては見解が一致している。全速力でこの場所を抜けてくれ。ガッツと呼ばれる保守通路に通じるメンテナンス用のエアロックを探すんだ。そこからステーションの最上階まで行ける。下にいるのか。いやいやいや、ちょっとこの先嫌な予感しかしない。うわ、いるわ。たのか。おうおうおお、どこ行ったあいつ。来た、よっしゃ。さあ、まあ見ろ。よし、ちょっとこの先嫌な予感しかしないから、一旦ここで休憩で。